吹くのは公開会員。公開会員がラッパを吹くんですけども、やめてください。このトランペットみたいなラッパ、皆さんが知っているトランペットと違ってボタンのピストンがありません。全部口の形で音を変えます。音の種類がドトタテチ、この5音で音楽を奏でます。はい、下ろして。ドレミファソラシドで言うとドソドミド。これなんでドレミファソラシドじゃないのかというと、日本が戦争してた時カタカナが禁止でした。だから同じ陰のドトタテチ、これを未だに楽譜で使ってます。じゃあそのドトタテチをまず2人の隊員に吹いてもらいます。ラッパ用意、ドトタテチ。はい、これがドトタテチです。ありがとうございます。拍手の方ですね。たまにあの拍手があれば吹けるんですけど、中田心が折れる時があるんで、すいません、お金はもらわないで拍手だけお願いします。次にラッパの意味。ラッパは演奏もあるんですけども、号令、船の日課号令で使います。あと隊員の指揮の鼓舞、この3つで、構成されております。で今からですね、この2人の隊員に1日の流れを吹いてもらいます。まず朝、今の書き日課は朝の06:00、朝の6時に騒音起こしというラッパを吹いて、それとともに隊員が起きてきます。そして後ろ前に出てきて体操をします。そして体操が終わって朝ごはんとなります。じゃあその騒音起こしを吹いてもらいます。ラッパ用意、騒音起こし。
7時半1930に準剣というラッパを吹きます。そのラッパの後に当直士官、警戒層、当直看板、船を全て見回ります。点検板をつけて、そして終わったら1日が終わる流れとなります。じゃあ最後に準剣ラッパ用意。準剣で、ようこそ秋月へってしました。でしょ、でもですね、たまにこれ大使から言ってんじゃねえかと、大使からですね、そういうのがあるんで、誰か耳元で私にわからないように言葉を言ってもらっていいですか。お姉ちゃん、なんか好きな言葉お兄ちゃんに言って。誰でもいいですよ、誰でもいいですよ。あ、お兄ちゃん聞こえちゃったね。違う言葉こっそり教えて。違う言葉、何でもいいよ。じゃあ今から行きます。覚えて、言わないでね、まだだよ。で、今のではもう一回、はい、ちょっと長いのでもいいよ。
信号を送ってもらいます。ポニョがしてたやつ、コウスケがしてたやつね。どこ？皆さんに対してまたの起こしをって言ってもらいました。じゃあ皆さん手振りましょうか。以上でナッパ展示とセパタ展示終わりますけど、最後に1個だけ覚えてください。これ海上自衛隊に入ってセパタラッパできるのは航海課だけです。ぜひ航海課に来てください。以上で終わります。ありがとうございました。